こんにちは。今回は障害のある人を支援するためのサービスにはどのようなものがあるのでしょうか？という質問にお答えします。現在、日本における障害者支援の方法は、障害者総合支援法という法律で定められています。障害者総合支援法はそれまで施行されていた。 障害者自立支援法を改正する形で2013年4月に施行されましたその後、2018年と2021年の2回改正が行われました障害者総合支援法の対象者は身体障害者、知的障害者、発達障害を含む精神障害者および難病患者です 障害者手帳を持っていなくても福祉サービスの対象となることがありますが基本的には障害者手帳を持っている人の方が手厚い支援を受けられますでは障害者総合支援法で受けることができる福祉サービスにはどのようなものがあるのでしょうかこの法律で定められた支援の方法には大きく分けて「自立支援給付」と「 地域生活支援事業の2つがありますそれぞれ詳しく見ていきましょう自立支援給付には主に訓練等給付、介護給付、自立支援医療相談支援の4つのサービスがありますまず訓練等給付には就労支援、自立訓練、 居住支援などがあります就労支援というのは障害者の就労に関するサポートで就労継続支援就労移行支援就労定着支援があります。自立訓練には身体障害者のための機能訓練と精神障害者知的障害者を対象とする生活訓練があります。また 居住支援は一人暮らしを希望している人が自立した生活が送れるよう支援する自立生活援助とグループホームなどの共同生活の場を提供する共同生活援助を指します。次に介護給付は日常生活で必要な介護の支援を提供するもので居宅介護や重度訪問介護などの訪問サービスと 短期入所、療養介護、生活介護などのような施設におけるサービスに分かれます自立支援給付の3番目のサービスは自立支援医療ですこれは障害の治療にかかる自己負担を少なくする制度です通常の医療費は原則3割負担ですがこの制度を利用すると原則1割負担で済みます さらに精神科に通院する場合世帯所得に応じて定められた上限額がありそれを超えた医療費は払わなくてよいという制度もあります。4番目の相談支援というのはサービスと利用計画書の作成をしてくれたり地域での生活をサポートしてくれたりするサービスです。 障害者総合支援法で定められた支援のもう一つの柱は地域生活支援事業です。こちらは障害のある人の日常生活や社会生活を過ごしやすいものにするため地方自治体が行う事業です。相談支援や基幹相談支援センターの設置成年後見制度の利用支援日常生活用具の給付などさまざまな支援がありますが 地域によって内容に違いがありますので詳細はお住まいの自治体にお問い合わせくださいサービスを利用したい場合はまず自治体の窓口に相談します自治体が障害者総合支援法の支援対象であると判断した場合障害支援区分というレベル分けが行われます1から6までの段階があり 6がが最も支援の度合いい高くなっています決定したレベルに応じて受けられるサービスも変わってくるのですがこれは高齢者の介護保険制度と非常に似通ったシステムだといえますね。それでは今回の講座はここまでにしたいと思います。